皆さんこんにちは。今回も本を会話構築、ちょっと前に使ってたのと持ち物を変えてるんですが、これを使っていきます。ビッグシックスと呼ばれる、ゼルネアス、ドーブル、グラードン、ガルーダ、ボーマンダ、ファイエロの6体は、まあ、ちょびっと試して、まあ、グラゼルネのサルセンシスって言われてるけど、どうなんかいいなみたいなことは試してたんですけど、なんかまた新しい構築放送とか動画用に使いたいと思ってるんですが、なんかいい構築ありますかね。イベルタルのダークオーラを利用したイベルタルレパルダスなんたらなんたらみたいなパーティー、それはもうちょこっと持ってみようかな。まあゼルメアスグラードンのパーティーとか、まあ、ビッグシックスとかレクーザカヨーガとかのパーティーはみんな見飽きてると思うんで、イベルタルを使ってみようかな。ちょっと構築がかなり難しいので、今以上に負けまくる可能性があるので、さすがに連敗しまくると自分もつまんないので、頑張って考えたいと思いますが、いい構築が思いついたらイベルタル構築を使おうかなと考えております。とりあえず今回は引き続き方を変えようがですね、光の粉方を使っていきます。対戦の方に参ります。音楽止めますか。ビッグシックス、ロマンナがアクレセリに変わった感じ。ロマンダ、ナットレイ、カイオーガ、こう、この順番でいきます。ガルーダ、ファイアロ、どうしようかな。このターンにフレドラ来ない気がするんだけど、猫魂フレドラってくるか。ここあれよ、猫魂追い風、フレドラ来る。いきなりを動かします。ハイパーボイス、ジャイロボールを、ハイパーボイス、ジャイロボールをガルダ方向。なったらいいね、猫魂。なんだそれは。しかも親子に猫魂してきた。剣舞マジかよ。ハンドルしてるんじゃないの。ファイアロ、ハイパーボイス、ザイラボード、ファイアロ方向。剣舞ファイアロってなんかすげえ勇者な気がするけど、でも僕もファイアロ前でナットで動かしてるから、かなりチャレンジャー精神に溢れてる動かし方だけど、ファイアロ死亡、暗号だね。リーチ、ノーマンが死んだの結構きついよな。グラードンが物理か特殊が分かんない状況なので、フォーから先に出します。あれ、ゼルミアスいねえのか。これスピースアップとかの可能性もあるんだけど、どうしようかな。ブレイブバードをグラードンに、ヤドリギをクレセリアに、ブレイブバード通る、身代わりヤドリギ通る、トリックルーム、身を守る相手の動き見えます。これ安全か。剣舞でも、乱れあったら剣もやないよな、グラドンに。身を守る。重力。ブレイブバードをグラドンに。ナットレを火曜日にチェンジしましょう。通常色火曜日です。テラスケ。
まだ死にそう。パワーを一歩グラドに影を守る。身代わり壊れる。パワー一歩でグラドに倒せるか。パワー一歩グラドに海王はトリプルン中だから一応守るか。逃げ守る失敗。パワー一歩当てて落ちた。 OK 勝ちですね。クリティカルだった今。海王が殴って勝ちですね。スキルスアップはなかったのかな。相手勝ちですね。物理型のグラドンで重力取り入れクレセリア入れてる場合って身代わりって多いのかな。身代わりあるんだったらスキルスアップあるか。ちょうど昔大バサラの冬フィードラン作るみたいなスキルスアップ。次の対戦いきます。今度こそビッグシックスですね。ゼルノダを降りてくるかな。ワンワンダノーマンダ方を海王が、なってるよな。なってるよ。どうなんだ。また出します。ビッグシックスに対してさ、いつも選出悩んでるのってどうなのかしらって思うところあるよね。強いパーティーとして知られていて誰でも使ってくる可能性がある強いポッチク。でも基本戦術を決められるもんなのか。安定して勝てる組み合わせってあるの。相手がなかなか決めてくれないんですけど。ローマンのゼルマンできた。ナタラチェンジして聖なる炎ゼルネスの方に。ノーマンの目が進化して、ちょっとクリティカルって何それ。おいおい、クリティカルって何やねん。ノーマンの目が進化。普通はボーマンダ守らせてなったらジャイロでゼルメアス殴るとこなんですが、あいつゼルメアス一旦守ってくるんじゃないか。いやでもでブラドン変えてくるんじゃないの。ヤバリーズをボーマンダ方向に打って追い風。 OK、 それ渡り追い風晴れた。ジャイラボールをゼルの倉庫に。ノーマンダ守る。マジシャ耐えますね。これは最後ジャイラでゼルの倉庫に追い風たまら残ってるし、いい感じだ。ファイヤロー、
あとで死ぬかもしれんけど。ジャイロ、ファイアルホープ、ハイパーボス、グラドンスター。ブルガル死ぬの？いい。もう回復します。追い風中なの絶対先制できる。グラゴン引き込む読みジャイロをこっちでオリジンパルス。追い風が終わるか。グラゴン最速かな。第一で海洋が倒しに行くのが普通じゃないの。噴火じゃ落ちないでしょ。でも最速ヤドリリオグラドンで、こっちの海洋の素晴らしいくつだと思ってないで噴火してくるか。守ってレビの方がいい。もうそれだったらどっちもちも負けるか。これでナットで守りの方が良かったかな。ナットでの、そしたら次第一で、第一で死ぬ。なったら守るべきでした。すいません、嘘ついた。負けました。はい、対戦ありがとうございました。ビッグシックス 勝たなきゃいけないな。じゃあビッグシックスは絶対グラドン最速なんだよな。北米最速だから157でしたっけ、スバス実数値。控えめ海洋が全然抜けないから、相手はスバーさんに自信を持ってるんだから噴火してくるわけだから、なったらで守ってたら海洋が11杯今残ってって、で次はナットレとカイオが残ってたら、相手はでもこのヒットポイントでもう一回噴火打っちゃう安倍だもんね。相手安定タクだもんね。やっぱ最後ナットレカイオが作ったのが負けか。ラストのもう一旦前でカイオがじゃあファイアルをグラブのタクで雨状態の時にカイオが守ってファイアルを倒せればって感じだったかな。ご意見募集しております。こうしたら勝てたんじゃねとかあれば、立ち回りとか選出とか、まあ、まだまだ勉強しなきゃいけないとこたくさんあると思うんで、勝てるように頑張っていきたいです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。まあ、ポケモンの活動いろいろ頑張ってますんで、応援してくださると今後のモチベーションにつながりますんで、どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。サンキューウォッチングマイビデオ。 See you next time。 バイバイ、また次回お会いしましょう。